おーしよし。ありがとう、広島県のニュートンさん。そういうなんか、力でゴリ押すみたいな。筋肉が格闘タイプ持ってます。やっぱハウくんの BGM はええね。なんか、うつうつとした気分が晴れやかになる。あ、ベラップ T シャツだ。あの、地球に優しいヒゲも愛用してる。メガヤンマから来て、色違いか、これ。色違いのメガヤンマ、あんまかっこよくないな。加速だな。あれなんだよな。霊美と岩なだれどっちなんだいって言われるような。霊美で凍らせたら、俺の勝ち。なのでそっち行く。みっちゃんそっち行く。見切るなよ。まあ、そっか、見切るか。でも俺、積み技何も持ってないからさ。あ、岩なだれのよかった。次は岩なだれにしてみよう。虫の定め機。どんぐらい入る？え、これ、あ、急所じゃなかったら耐えてた、これ。これどっちだ？急所でなくても死んでた？こんな強えのあいつのあれって。で。ちょっと待って、神剣、等倍か、虫の定め機。あ、でも、あれだ、マッシは特殊が弱いから、虫の定め機って特殊でしょ？じゃあ、神剣出して、ギロチンなの？ギロチン以外の技は、もうギロチンチャンス？俺ちょっと選択肢少なすぎるだろ。もうない。お待たせしました。本日のギロチンチャンスタイムに入ります。レッツゴー！もう俺戦い方こればっかりじゃん。あいつ強え、マジで。ギロチンチャンスタイム！はい、ありがとうございます。耐えた。もういや。あ、っていうか、タスキだとそうなるんだ。俺初めて知った。タスキだと1残るって扱いになるんだね。へえ。で、ボカ、シュンコロなんだな、ミツオ。これだってマジ耐えねえべ。いや、だから、タスキってそういう効果なんだと思って、俺、なんか、ちょっとなんだろう、負け惜しみでなくちょっと勉強になったわ。なんか、根性とかだったら効かないになるじゃん。根性じゃん、頑丈か。頑丈だったら効かないになるじゃん。タスキだったらどうなんのかなって思ってたから。そういうことなんだね。一応1だけ残るっていう効果は残り続けるんだな。ここは交代を考えて一応飛びかかる人。プー。そういうの持ってんだ、プー。こらもう、手も足も出なかったわ。てか、メガヤンママジ、なんだこれ強えな。メガヤンママジでどうしたらいいんだこれ。パルシェンは絶対対策しないといけないと思うんだけど。メガヤンマはね、コバヤン。お、デマルさんいるじゃん、デマルさん。デマルさん結構私好きよ。先発攻結構でも悪くない気はするな。最後ボルチェンで帰ればいいし。結構マッシュどうだ。そろそろマッシュを俺は活躍させてやりたいんだが。あ、てか時間がない。あー、時間がない。助けてー。なんかめっちゃ普通の BGM になってるし。マッシュじゃなくて海流だったかな。その答えが出るのは、この勝負が終わってからになるので、あった。お、トゲデマル。ほー、出してきよったか。カプコケコ。マッシュがね、そう、今日全然刺さってないんだよ。ただただなんかこう、特殊攻撃で死ぬ人だけなってしまってる。あ、っていうか、やべややべや。これはもうボルチェンで帰るのが一番いいかな。ボルチェンで帰っても何でどうすんのってあれなんだけどね。トゲデマルの型がわかんないから、挑発を下手に打つ意味ってあんまないしな。ボルチェンで帰るか。トゲデマルが何してくんのかはっきり言ってわからん。ん？いや、どうせ。どうせ。あ、っていうか、カビ剣。あれ？俺、選べないんだ、これ。このネズミ強いの。なんかすごいなんかトゲデマル好きに対してすごい失礼な感じの。あ、っていうか、全部今一つだ。カビ剣。もうギロチンチャンスタイム嫌なんだけど。うわ、マジかよ。こんなに今一つなの。鋼持ってるからか。マジか。でも、レッドカード持ってんでしょ？ってことは、どうせ俺引き下がるわけじゃん。ね。なら別に何使ったってよくないか。あ、君の方が早いの？あ、違うか。防御技か。なるほど。はいはい。俺この技知らんかった。あ、てかレッドカード、あ、一回ポッキリ。ほう。なるほどなるほど。どうしようこれマッシュに変えたところであいつも別に何もできないしな。トゲデマル対策。俺やっぱうなぎが必要だよ、俺には。あ、コータス松本。こいつなんか、意外とマイナー扱いだな。あ、てか、ここはリーフブレード変えときゃよかったかな。なんか素直にちょっと、見せちゃった技そのまま使うっていう割と、具の骨頂みたいなことしちゃったな。サイコカッタラだと当倍になるけど、まあ、まず殺されるので、マッシュも受けれない。コケコをまた出す。コケコでも殺される恐れあるしな。ギロチンかうん。よし。いけ！やってしまえ！ああ、まあ当たんないのが普通。なんか、これを残念だったとか思ってはいけない。これは当たり前だと思ってしまう。で、まあ、コケコなんだけど、コケコでなんとかやるしかないな。トゲデマルで受ける可能性もあるけど、それでも構わない。Z 技を使う。Z 技なら、トゲデマルでも相当受けきれないと思うので。さてさて。コータストゲデマルってなかなかね、珍しい選出ですよね。デマルかい？デマルだね。デマル、Z 技だったらどんぐらいいけるかね。ワンチャン落ちねえかな。デマル硬そうなんだよな。いけ！ニワトリおーしよ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 し、ああいいですね、よし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 。これエレキメーカー消えちまったな。これガッサ出されたら結構きついな。さてさて。アイテム考えてますね。キノガッサ来たー。キノガッサ来た、これ。これは、あ、でも、マジカルシャイン抜群なんだ。これ、ワンチャン倒せないかなマジカルシャイン。どうだこれ。やばい。なんか欲に溺れそうになる。安定行動だったら帰るのがいいんだけど。倒せんじゃないかな、なんか。これとかペラそう。あ、挑発。それもあったね。あ、倒せなかった。あー、もう、いやー。安定行動取っとくべきだったな。これはどうすっぺなー。うわ、挑発だったな、確実に。これはマジで。まあ、米はしょうがない。ニコ生にはラグがあるんだ。あ、素早さも下がっちまう。素早さも下がったらこれは結構しんどいな。マッシュに変えるか。眠りを控えに変えるっていうのは相当あれなんだが。たすきは読んでないとダメだな、やっぱ。で、これは、相手あと1匹なんだけど、こう足すか。こう足すってことを考えると、でも毒毒入れても、正直無理だよね。毒毒で粘らしてもらえるほどターンをくれないような気がするから、素直に瓦割りとかをやってた方がいいような気が。っていうか、気逃したと俺どっちが早いんだわからん。そんなに早そうな気はしないけど。これなぁ。いや、うわ、効かねえな。これは倒せないか。これは毒々のが良かったかな。5分前。いや、今更どうか、こんなに効かねえんだな。それは毒々やってもな、粘りきれないだろうしな。これもなんか急所とかを狙うしかないっていう。もう嫌だな、急所狙う戦い。あくび、ほら、ポケモン2匹眠らせるのはポケモン公式ルールで反則とされてるぞ。ここで毒々かやってみるか。逆にあ、最初におあくび連投してきた。あくび連投の意味って何なんだろう。はい、マッシブン寝ました。これはコケコに変えよう。いや、だって、コケコも寝てるじゃん。両方寝てるのに、何のあくび連発なんだろう。お、なんだ？ミスだと思うんだけどな。まあ、Z パワーなら耐えんよ。さすがに。ダイナミックフルレームか。最初に毒々だったな、やっぱ。まあ、コーダスにもうちょっと入ると思ったからね、俺も。正直な。起きないかな、奇跡で。あ、起きねえか。ここで起きたら俺勝ちだったんだけどな。これはもう耐えれない。ああ、これは正直な。結構俺のミスで負けた感あるな、これは。選出とかだったらもうしょうがないんだけど、これは割と私の軽率な行動の積み重ねで負けた感があって、ちょっとこれ悔しいな。うわあ、挑発と独特だな。この2ミスだな。ここのタクミスだったような気がしますね。